高校をなくしたばかりの頃、私はずっとサンルームで承知していた。なんでお前はあんな私を置いて、どうしてメテオラなんかに。失望の中のクロエの頃やな。おはようクロエ。ああ、この視点は初めてかな。隣の状態の時やな、これ。夢。いいえ、夢ではないわ。今は朝、人の目覚める時間よ。そういう問題じゃないんだよ。目の下にすごいクマ、眠れていないの？そういう世界観か。眠れない。眠れるわけないよ。ひどい悪夢ばかり見るんだ。さっきはさ、ノアが初期化されてさ、もう全く別人のような感じのさ、もう他人行儀なノアを見てしまったからな。ダメよ、夜はぐっすり眠らなければ人がすぐに壊れてしまうのだから。はい、それ世の中のブラック企業の人に言ってください。ブラック企業のお偉さんに言ってください。はい、子守歌を歌いましょうか。子守歌ぜひ聞きたいな。あ、聞かせろよ。もう大丈夫。大丈夫か？絶対大丈夫じゃないだろ、お前。聞かせろよ。それだけで。ほんまにか。えらい、やんどるんじゃないか、その周りには。あれがダリアね。え、どうしたどうした、いきなりダリアに目を目するな。目輝かせたみたいな感じに目開いて。クロエのこともうどうでもよくなったみたいな感じで、いきなりダリアに集中したな、お前。情報だけでは解析できない何か、これがきっと生態の価値なのね。クロエちゃんがいることも忘れないでくださいね。おかしい、おかしいな。確かにいきなりダリアの方にいたな。コロコロ興味が変わるタイプの女の子だったが、何かが違う。コウコにとてもよく似ているが、目の前のこいつは、お前は誰だ。あ、コウコじゃないの、そもそも。あ、そもそもこれコウコじゃないの。これあれ、過去の回想とかじゃなくて夢の中で、え？よくわからん世界観に迷い込んでしまった。この色やけん、過去の回想みたいに思ってしまうだろう、お前。コウコじゃない。コウコはそんな風に話さない、笑わない。偽物め、正体を笑わせ。どうした？申し訳なさそうに。うわぁ、ノア、コウコここの絵をオリジナルとして開発されたアークです。初期化された方のノア。どうでもいい、お前が誰であろうと。なんでこんなことを。コウコの姿を真似るなんて。違うのです、私は決してあなたを。黙れ、コウコを真似るな、アークごときが。激励に触れたな。二度とここに入ってくるな。あ、これあれか、ノアと最初初めて出会った頃なん回想か、もしかして。これ、それ以来ノアはサンルームに入れなかった。入ってくるなって言うたらほんまに入れんようになったんじゃ。あ、そういうことね。ああ過去の回想は回想でも、コウコが亡くなった後の話なんやな。今日、ここの絵評議から正式にご回答をいただけたよ。なんだい？何の話？私たちがアークノアの制作を依頼した事実はないって。あ、違うの？ノア、娘の死を惜しんだここの絵ご夫妻が、ジュリー博士に開発を依頼したコウコさんをモデルとしたアーク、ノアのこの開発エピソードは完全に作り物だったということ。真実じゃなかったってこと？え、じゃあわざわざさ、コウコの姿させたんて意味ないんじゃ。え、肖像権で訴えられますね、それ。ここのね、夫妻に肖像権で訴えられますね、それ。うすうすおかしいとは思っていたんだ。ほな、娘によく似たアークが欲しいだけなら、あれほど高度な性能をノアに与える必要はないから。ほう。だが、
だとしたらなぜ。うん、ようわからんな。ノアはコウコとよく似た姿で作られたんだ。なんかあれだね、心の夫妻の娘さんのことをさ、すごいさ溺愛してやんじまうっていう人がさ、コピーを作ろうとした結果があれとかいう、そういうなんか真実を知ったらうわーって感じになるあれじゃないんだろうか。違うんかな。コウコさんの姿をしていると好都合だからじゃないか。大好き大好きチュッチュだからかな。コウコちゃん、本物のコウコちゃんは振り向いてくれないから偽物を作ってそれを本物とするんだみたいです。嫌やな。嫌なやつやな。ノアが人の思考の獲得を目指すにあたり、模倣する対象はコウコさんとクロエ、そう設定されてたよね。コウコさんとよく似た姿をしていれば、コウコさんはもちろん、うん、その親友のクロエの情報も集まりやすい。うん、そもそもそこからしておかしい。なぜ私とコウコはノアの模倣対象に選ばれた。わかんねえや。デザインドの私、盲目で歩けないコウコ、この街でマイノリティの私たちをわざわざ模倣対象にする意味が理解できない。なんていうか、こういう言い方はあれやけど、人間の知性の基準からちょっとずれたところにおる二人って感じかな。二人がノアの模倣対象として選定された理由か。うん、何なんだろう、くじ引きかな。なあ、ノアは模倣する模倣するって言うけどよ、記憶をなくす前のノアはクロエとコウコの真似をしようとしてたか。してないな。もう完全にオリジナリティな活動の仕方してたな。真似してたらクロエもコウコもあんなことしないわっていうぐらいのことやってたな。ノアはノアだったじゃねえか。そうやな、バリバリそうやな。なんだ、否定はおかしいけどさ、悩みを口にするって何。ノアが何をしたかったのか私もよく分かっていない。あいつから目をそらし続けていたから。うん、クロエ、ノアには本当に謎が多いけど、少なくとも思考をコウコさんに近づけようとしていたのは確かだと思う。そうだ、これはノアがまだ味覚を獲得する前のことなんだけど、うん、ある日突然ノアがラボに現れて悲しそうに言ったんだ。なんで。イチゴの味がわからないんだ、甘いは一体どういう感じなのだろう、アークにはわからないのだろうか。コウコの愛したイチゴのことを私は理解したいのにって。ああ、コウコのことを理解しようとしとったんじゃ。特にとりあえず味覚って感じか。歌もそうだね。ノアが歌を好み、路上でよく歌うのは生前人々の前で歌ったコウコさんの真似をするためなのかも。ああ、コウコってそんなに結構人前で歌いよったんじゃ。ファンに呼びかける時のノアの口調はコウコさんに少し似ている気もする。あ、言われてみればそうかもしれん。なんか喋り口調ってが似とう気がするわ。言われてみれば、なんかさ、クロエに対して何か諭す時の言葉と口調が似とる気がするわ。言われてみれば。そういや、この辺だったな、コウコがコンサートを開いた場所。コウココンサートも開いたことあるんじゃ。歌手デビューしてるやん。さらに言うなら、ノアがアルトマキアの操縦サポートになっていたのはクロエのそばでクロエの思考を学ぶためだったのかもしれない。おい、待てよ、ノアはそんな打算的なやつじゃねえだろ。ああ、ノアが企みを抱きながら私のそばにいたようにはとても思えない。マキアの中では必死で私をサポートしてくれた。それにこの前は私の破滅を防ぐために自らの手でアニマを殺そうと。うん、そうだね、プロテインだね。以前のノアがクロエのそばにいたことに打算はなかったと思う。そうはな、ちゃんとパートナーとして付き添ってくれとったもんな。なんだかんだ言って、最初にクロエに近づいたのはシステムの導きに従ってのことかもしれない。でもずっと一緒にいるうちにいつしかそこに本当の思いが伴ったんじゃないかな。わあ、漫画でよくあるがちなやつ。付き添っている理由は
まあ何かしら他に理由があるんやけどさ、一緒にいるうちに何か絆が芽生えるパターンのやつ。そんなノアだったからこそみんな心配してるんだ。ああ、スフィアも見てみろよ。スフィア。感情を失った。ノア様、ノアが戻ってきた。歌が聴きたい。全皇帝ノアちゃんみたいな感じで、めっちゃノアに似てねとか叫び散らしてる人いた。こう、誰のこと叫び散らしてる人気になる 誰のことを叫び散らしてる人、すごい気になるワード見つけたけど、誰のことそれ。ノアのことを心配する声があふれてるぜ。みんなも知っとんかな、初期化されてさ、前々のノアじゃなくなっとって。そうだな、ノアといえば歌だ。ノアに歌ってもらおう。今のノアに歌えるんかな。これまでのノアと同じように。そうすれば歌っていうメモにも消えとんちゃうかな。大丈夫かな。拒否します。ああ、当個体が群衆の前で歌う理由はありません。しかも効率いい行動とは思えてない感じになってくると言ってるな。あっさり断るんだね。釣れないこと言うなよ。恥ずかしがる必要なんてないんだぜ。恥ずかしいという感性は当個体には存在しません。全然違うからな、前もよのわと。なら歌おうぜ。みんなお前の再登場を期待してるんだ。拒否します。群衆の求めに応じ歌唱を披露することは当個体の機能および役割との矛盾を生じさせかねません。こんな感じでもうさ、かし、なんか、効率とかそういうさ、自分の役目とは違うみたいな、そういう話をし始めるような、そういう融通きかん感じのノアのやつしもったからな。当個体は人に寄り添うアークです。寄り添うとは特定の誰かを特別扱いするという意味に他なりません。一方でアーティストは広く平等に人々を愛する存在です。ヤマとか何言っ一てんだ人みたいな特顔。別扱いと人々への博愛を同時に実行することは不可能です。現在の当個体はクロエ、あなたのためだけに存在していま私のためだけに。なあ、どうしても歌ってくれねえのか。俺が一緒に歌ってもダメか。ダメだろ、それはダメだろ。当個体がヤマトと歌唱を共にする確率は0.00001%もありません。わ、少数第5位までつけやがった。なんでだよ。それはそうだよ。なんででもです。なんでだよ、しかなんでだもあよ、なたと話なしんでだ、なんでだする気よ。も失せます。歌う気もなくなりました。最初からなかったくすね。最初からなかったじゃあ、ねえか。ヤマトとツッコミ一緒だった。なんか俺ヤマトと一緒にバカみたいな感じになってますね。あ、出会った頃もそんな感じのやり取りしよったん？懐かしい。ここに4人が集まって歌について語り合っていると2年前のことを思い出すよ。確かに懐かしいな。俺たちここで仲良くなったんだもんな。おう、思い出の場所なんやな、4人にとって。クロエ、最初は僕たちと目も合わせてくれなかったけど。お前らが急にサンルームに来るから。どのような目的のもと、あなた方はサンルームに集ったのでしょうか。あれは、2年と少し前、コウコが突然、街でコンサートを開きたいと言い出したんだ。ああ、コウコが 開きたいって言い出したんじゃ、自分から。でも、準備が私だけじゃ手に余ると思ったのか、アオバにも声をかけていたんだよ。僕とコウコさんは親同士が知り合いだから声をかけやすかったんじゃないかな。そこに、ついでにヤマトも加わったわけです。ついでにやなよ。ついでじゃねえよ。青葉に誘われて助っ人に来たんだ。まあ、来たはいいけど、俺は迷惑かけてばっかりだったよな。でも、コウコさんは少しも怒らなかったよね。気持ちが大切ないな。わあ、仏や。本当に
文化祭みたいな感覚だったのかな。もしかしたらこれまでで一番楽しい時間だったかもしれない。青春の時間みたいな感じなんやな。コウコさんの声美しかった。あの歌声はもう二度と、コウコさんがいなくなって次はノアまでもが、どうして次から次に失われてしまうのかな。僕たちはただ一緒にいたかっただけなのに。ちょっと青葉が珍しく弱音を吐いとる。どうしてそれだけの願いが叶わないんだろう。叶わない現実っていうのがここにはあった。現実っていうのは、現実っていうのは過酷なもんです。の分泌によるものと推定されます。泣く豊かな感情の少佐、人の証の一つと定義されています。泣くに至った思考および感情の流れを当個体にご教授いただけますね。デリカシーないやつの発言。ちょっとデリカシーのないようなことを聞くんじゃないわお前。やめろ、涙を浮かべている人間にそんなことを聞くな。文化的マナーに反しているということでしょうか。デリカシーという言葉を学んできなさい。そういうのは思いやり、親愛の部類だ。学びました。儀礼をお詫びします。青葉。ううん、いいんだ。それに失礼なのは僕の方だ。君はただ記憶を失っただけなのに、前の君を思い出して泣くなんて。あなた方にとって当個体の全人格は重要度が高かったのだと推察されます。間違いない。もう一人の人間だったもんな。ほんまに AI のプログラムで作られたような感じではなかったもんな。もう喪失に深い悲しみを抱くのは当然かと。大事な人を亡くしたようなもんやろ。優しいんだね、ノアは。エミ、ノア、どうした。いえ、何でもありません。よーし、ノア、青葉も泣き止んだことだし、ここらで景気づけに一曲。お前は諦めんな。却下します。はい、ダメでした。やっぱダメか。不思議です、誰も彼もが当個体に強く歌を求めます。当個体のスフィアにも歌いに来てほしいという要望が続々と届いています。多分こっちの方にもいろいろノットははずなんよな。ノーライブ、ノーライフとか、ノーノアちゃんノーライフとか、愛してますとか、プロメテオスを許すだとかあるしな。ステイホーム。今のコロナの時代にあっとるようなことも出てるし、ノアちゃんのことしか考えなくなったし、生のスイカ食べたいな。ノア少年にスイカとかあるしな。スフィア、ノアのスフィアが残っているのか。ということはノアのこれまでの投稿記録も健在ということか。ほう、 SNS の投稿が見られるんか。博士に消される前に集約して保存しておかないと。私のことばかり。ほな。だよな、ノアの投稿はいつだってクロエのことばっかりだ。わあ、なんか芸能人のマネージャーみたいだ。私のバディは好感度を稼ごうという気概に欠けているからな。その辺を電子戦に長けたノアちゃんが肩代わりしてやらないと。おお、なんだかんだで気使ってくれとんやな。批判を受けて辛くないやつなどいない。味方は多ければ多いほどいいんだ。ノアは冗談めかしてそう語っていたよ。ほんまいいやつだったんやなって。あのぶっきらぼうなところあるけど。デザインだ。それに軍人の私があまり批判もされず排斥されなかったのは、ノアがこうして発信を続けていたから。ああ、そっちの方で語りかけてくれとったんやな、クロエという一人の戦士のこと。なんで私はこれを知らなかったんだ。私はなんてあいつの献身に気づいていなかった。気づいてなかったな。
もう完全にノアのことを偽物扱いしよったもんな。ノアのことを知ろうとも知らんかった。ノアが自分に語りかけておることを受け止めもせんかった。失ってから気づいてしまったな。歌うかい。え、大丈夫なんかな。これ著作権的にこれカットしなあかんとこなんかな。なんでちょっといきなり歌いやしちゃうか。どうしたんだよ急に。あれほど歌いたくないって言ってたくせに。そうだよ、いきなりすぎたわ。大丈夫か今。カットした方がいいんかな、この分、ここ分の音声って。もしかしてノア記憶が。いいえ、当個体に全人格のログは残っていません。これあれやな、2回目のライブと同じ曲じゃなかったっけ今。ですが不思議です、クロエの涙を見た途端思考するより先に歌い出していました。それが感情ってやつだよ、人間味があるってことだよ。涙に対し歌を送るマナー、あるいは親愛にそぐわない行為だとしたら非礼をお詫びします。謝る必要なんてない、歌いたい時に歌えばいい。そうだぞ、おいなんかお風呂に入っている時大体歌ってるぞ。それがお前の感性、いや優しさなんだと思う。初めてちゃんと聞いた気がするよ、ノアの歌。どう個体が歌えばクロエは。おー、アホワークの調子はどうだい。いきなり入ってくるな、ジュリア博士。ちょっといい感じの雰囲気だったのに。博士、元凶だよ、ノアを初期化した元凶だよ。前のノアよりは使えそう。まあ使えなくても余すとこなく使うけどね。こいつだけだよな、ノアを人間扱いしないよ。もう片方の宝庫の名残、アニマは無事自己修復してくれた。あ、そうなんじゃ。さあさあ早速実験を再開しようじゃ。わかりました、今度は痛めつけませんので、撫でて撫でて撫でまくりますんで。女神様、あ、スケベなことじゃないですよ。作り出した人形と同じくらい美しい乙女を妻にください。回想信者、本読みようやな。あ、おっぱい。美の神アフロディーテの祭壇に願いを捧げました。美の神はピグマリオンの日頃の心身に報い、彼の本当の願いを叶えてやることにしました。ピグマリオンよ、ピグマリオン、人形しか愛することのできないお前が人の女を愛そうとする必要はない。人形こそ生涯愛し抜くことを誓うなら、お前が一等大切にしている人形ガラティアに命の火を吹き込んであげましょう。何の話なんだろう、こんな話がほんまにあるんかな。ピグマリオンが慌てて家に帰ると、ピグマリオン、物言わず動かないはずのガラティアの肌に血の気が通っておりました。うわ、怖っ。人形に魂を吹き込んだよ。ピグマリオンは迷わず結婚を申し込みます。迷え、せめてもうちょいさ、あの恋人から始めませんかね。ちょっと何回かデートしてから決めませんかね。それ人になった我が人形よ、私はあなたを生涯愛し慈しむことを誓おう。あの人になったばかりなんでね、あの人形は人になったばっかなんでね、そのね、あなた誰の状態だっけ、マクロクロスケみたいな感じになるからね、お前。夫婦となった二人はこうも。なっちゃったよ。いつまでも幸せに暮らしました。OK しちゃったわ。俺の意図に反して OK しちゃったわ。しかも子供を儲けてしもたわ。幸せになったわ。いつまでも。素敵な朗読をありがとう、クロエ。ねえ。その物語を読んでどう思った。いきなり人形になったらさ、告白されたりようオッケーしたなって思ったな。いや、ってならん。ちょっと待ってってならんかな。人形側、俺はなるんやけどな、俺だったらなるんやけどさ、まず友達から始めませんかみたいな。なるんやけどさ、なんだろう、人形の頃からちょっと愛っていうのをさ受け取っとったんかな、その人から。あとごめん、文章ほとんど読んでなかった。文章ほとんど読まずにおっぱいばっか眺めてたからな。人になった人形ガラティアに自分を重ねていました。あ、自分のことをちょっと人形だと思ったところがあるからな、クロエは。
ピグマリオンではなくガラティアに。境遇に近しいものを感じたからだ。あ、パスヨードか。これ自分のことを人形だと思ってしまってる頃。デザインドとして制作された私は、考古に出会う前まで自分を人とは定義していませんでした。わずかな自我を有した機能、むしろ人形に近い。ですが、考古と過ごしているうちに自発性、思考、言葉を獲得し、こうして感想を言えるようになりました。そうやな、工具が誘してくれんかったらここまでならんかったはず。そもそも使い取る相手のことを呼び捨てにするあたりがさ、もう完全に自分としては自我を持っとうとこがある。人ならざる者から人へ、その変遷に己を重ねていたのだと思います。そうやな、こういう経験を高校に与えられたからこそ、現代の方ではノアに対してクロエから人間への進化を諭しちゃうような感じのシーンがあるんやな。逆よクロエ、変えてもらったのは私の方。え、高校という存在はクロエに育まれたと言っても過言ではないくらい。いえ、育まれているのは私です。高校からは数えきれないほど多くの学びを受けました。はためにはそう見えるかも。でも本当に学んでいるのは私の方よ。その心は。人はきっと誰かに影響を与えた時に本当の意味で自分を獲得するのではないかしら。はあ、互いが互いを育んで綺麗な花を咲かせる。なんかこうこさ、なんか口開いたらさ、7割ぐらい名言言ってませんかな。ここに来てくれてありがとう。あ、黒の心の先生と呼んで。高校になることができました。心の先生と呼んで、なんか7割方名言しゃぶるし、なんか心の先生と呼んでもいいぐらいやもん俺としては。高校になることができました。この喜びをもっとたくさんの人に。なんか深い言葉ばっかり言ってるもん。よく来たねクロエ。それに大バカアークの抜け殻ちゃん。まあ、そんなこと言おったらさ、闇が深い方の人が出てきてしもたな。言ってる発言がいちいち深いコウコちゃんから闇が深いジュリーさんで出てきましたからね。抜け殻だと。進化したんやな。多分土人をさ進化させて鉄火に抜け人になったやんじゃな。自分でログを消去しておきながら。おお、怖っ。怒ることないだろ。私はバグった人格を取り除いただけさ。お前にとって人間の心なんてその程度のもんだったやな。それが人間のやることか。ノア、ログを失った気分はどうだい、うん、口数が減ったか。荒領事が功を奏したようで何よりだよ。そう思ってるのはお前だけやからな。さて、神聖祝いとして君に重大任務を授けてやろうじゃないか。なんだ。ノアに何をさせるつもりだ。アニマの傷もあらかた癒えたことだし、早速ノアと接触させてみようと思ってね。ノアと接触させるんじゃ。コウコと似た者同士が起こす化学変化に期待しているよ。似た者同士やけんな。あくまで似た者同士やけんな。ふざけたことを。クロエ、どう答えは構いません。安請け合いをするな。メテオラがどれほど危険か。メテオラがどれほどの脅威であろうとも、アークである当個体に物理的損傷が生じることはありません。まあね、そうなんやけど。それに得意な体験を経ることは有意義な学びとなる可能性が高い。やはりつべこべ言わないアークはいいね。物事がスムーズに進む。わあ、もう完全にジュリーからしたら人形やもんな、ノアが。もう完全にジュリーが記憶を消して人形に後戻りさせたような感覚。さあ、アニマの監視部屋に行きたまえ。なになに。ああ、ドゥーンってなんか、おお、今ちょっとギョって顔してるアニマちゃん、かわいい。人型のメテオラ、コウコと金字の形質を有している。個体名アニマ。
当個体のオリジナルを捕食したのですね。ならば当個体の指向性の一つエミュレート効果を達成するにおいてアニマは重要な学習対象となりうるかも。やる気満々ですけどね、相手は。激しい怒り、対話に非常に強い困難を感じます。もうガーうわーって化け物のことしか喋ってないからな。今後喋ることあるんかな、アニマ。いざ言語を喋ることをさ習得したらさ、いきなり関西弁で喋り始めたら俺ドン引きするからね。まるで理性を感じ取ることができません。宝庫の自我が残留している可能性は低いと推定せざるを得ません。あーやっぱり聞きからかるよな。おいつにも増して激しいアニマだ。病み上がりのくせによくやるもんだ。アルゴスを落とされた怒りのあまり我を忘れているのかもね。どうだいクロエ、面白い見せ物だろう。こんなことに何が意味があるんだ。危険だ、今すぐにやめさせろ。危険も何もないでしょう。ノアに実体なんてないんだからさ。それにアホとアホはぶつかり合うことで仲良くなるとも言うじゃないか。そんなことあるか。確かにノアの体に傷がつくことはない。でも心はそうじゃないかもしれない。私のやるべきことはメテオラメ、お前ごときがどうする？ノアに触るな。あーまたやっちゃったよ、またやっちゃったよ。ノアを守るためとはいえまた使っちゃったよ。3回目ですよ。抑止装置だって。しまった、権限を取り上げるのを忘れていた。ダメージがぶり返して、これでは解析の継続は不可能だ。アホワークを片付けたと思ったら次は君か。やってくれるじゃないか、デザインドの分際で。うまいこそやってくれるじゃねえか。俺はノアのことを一人の人間だと思ってたんだ。なのにお前が人形扱いするから。一番人間の敵はお前じゃ。飼い犬が次から次に手を噛んでくる。はあ、不愉快不快、許せない。首輪の締め付け方が甘かったようだね。ああそうだわ、クロエもこういうクラウンだったわ。クロエダメだったわ、だからやがったわ。なぜ実験を阻害したのですか。当個体に損傷が生じることなどないのに。クロエへの懲罰をおやめください、ドクタージュリー。ああでもちょっと下斜め下から見るこの角度のジュリーさんもなんか股のあたりがエロい。罰に処すならば当個体の方を。気色悪い友情ごっこはやめろと言っているだろう。アニマとノアの親和性がゼロ以下にまで。これではとても。こうなれば完成時のクオリティを問わず強引に非合理性および爆発的な感情発露、それがあなたなのですね。違う、それが人間だ。また一つあなたを学びました、クロエ。ああ非合意なことをしてしまったけど。クロエ、あダメージはもう平気でしょうか。大丈夫なん。ああ問題ない。よかったよかった、エリクサーどもが歩いてる。それよりノア、お前はあまり目立つな。みんなお前のことを心配してるんだ。騒ぎが起こるぞ。そうだぞ、今だって SNS でいろいろ言ってくれるはず。ほらめっちゃノアに似てねって言われてるからな。当個体の姿には遮蔽テクスチャをかけています。今は町の他の人々に視認されることはありません。あ、本なんかあるんじゃ。当個体のことはともかくとして、クロエ、先ほどから
なぜクロエがあれほど無謀な行動に出たのか、その思考過程のトレースを試みているのですが、論理構造を理解することができません。あまりにも非合理です。合理も非合理も知らない。思考より先に指が動いていたんだ。そうだぞ、人間ではだな、非合理なことでもね、感情的になって動いてしまうもんなんだよ。それは人間の特権と言えばいいんかな。衝動性というものでしょうか。改善を強く推奨します。人形のために人が犠牲になるなど、役割が逆転していますから。だからさ、クロエはノアのことをもう人形だと思ってないんよ。一人の人間だと思っとるんよ。だからこうさ、に人が人に犠牲になるっていう。でもそれは犠牲と言わんのよ。それを犠牲って言っては悲しいぜ。人形、そういえば前のノアも自分のことをそう表していたな。どういう意味で人形を自称してるんだ。当個体を構成するコードの各ファイル名にはあらゆる人形の名前が使用されています。ドールとかそんな感じのやな。人形、人に寄り添うもの、大切にされ、乱暴にされ、操られ、最後には捨て去られることで人を大人として成熟させる献身的なマテリアル。潔さ、利他性こそがその本質と言えましょう。当個体は人の思考体系獲得を目指すために開発されたアークでありながら、人形でもあり続けようとする相反性、あるいは盗作性を内面に有しています。ジュリー博士もまさか何気なく決定したファイル名がアークのあり方に影響を及ぼしているとは気づいてもいないでしょう。あ、でもあいつのことやけんさ、人形として従順に従えばいいと思っとうけんさ、意図せずともさ、自分のいい方向にも向かっとう感じになっとるもんな。前のノアが人のためなら平気で身を投げ打つことができたのは、それが人形の本懐だと思っていたから。人形が人間になる一歩が踏み出せとったんじゃ。そのように解釈することも可能です。クロエも自分に当てはめて考えとったよな。自分のことを人形だと思っていた。でもこうことであってそうじゃないんだと、一人の人間なんだと。だから今こうノアのことをさ、自分のことを人形扱いしようところをさ、またクロエも自分と重ね合わせて人間扱いしようと試みとるところがあるが、記憶を消したノアにとってはもうわからないことだらけだ。しかし献身性という点においてはあなたも相当なものです。先ほど当個体を助けてくれた時などは特にそのように感じました。クロエ、あなたも人形に近い性質を有しているのではないでしょうか。違う、それは人間としての行為じゃ。私はクロエ、コウコは私をクロエとして育んでくれた一人の人気としてな。人間でもデザインドでも人形でもなく、クロエとして認めてくれたんだ。私もノアにそうしてやるべきだった。アークでも人間でも人形でもない、お前はノアなんだって認めてやるべきだったんだ。なのに、なのに結局コウコロの偽物だと。なのに私はあいつを邪険にして遠ざけて、そのせいであいつの自分クロエに対してのさ感情点を受け取ってやらんかったん。また歌い始めたわ。また突然やめろ、ここカットしてあかんのか BGM。
みんなが聞きたいって言おうからな、SNS で。ほんまに歌い始めたよ。笑顔、笑顔、笑顔、笑顔。スマイル！どう答えませんか？人を笑顔にする作用があるようです。なのに、クロエはまだ辛そうなままです。どうすればクロエは？人の笑顔に対する過剰反応。私が涙を流すと、脈絡もなく歌い出す。まるで、慰めるかのように。ノア、お前の思考性に関する情報を、もう一度開いてみてくれないか。はい。誰？そうだ。思えばあいつは、断ることに言ってきたじゃないか。笑え、クロエ。クロエ、笑顔を。ああ、言いよったわ。こう改めて聞いてみたらさ、今までのイベントを振り返った上で改めて聞いてみればさ、クロエのことをさ、励ましてくれよようなノアっていうのが見えてくるんじゃ。ほんまに。お前の中にある思考性の最後の一つは、多分、笑顔。私を、笑顔にすることだと思う。ああ、そうやな。それに付き寄ったわ。寄り添ってくれよったな、ほんまに。そう考えたら、思いっきり。そうか。私を笑わせたかったのか。ドクター・ジュリーのシステムも、変更してしまうほどの想念を抱く。それはもはや、完成していたも同然ではありませんか。理想的な人の形。ええ、正しく人形と言えましょう。当個体が生じる前にあなたたちはもう。ならば当個体がやるべきことは。ノア、なんだな、これリテイクノア取り戻す。わあ、マジか。もう飼い主の手を噛んで取り戻すことに全力を尽くしましょう。マジか。やってくれるんじゃ、ノアが。自分自身からそう言ってくれるんじゃ。早くももう人形脱出し始めた感じがする。クロエを笑わせるにあたり、最善の方法のようですから、先に戻っていてください。これは心にくる。さっき街で歌ったんだって。スフィアでもその話題で持ちきりだよ。そうなのか。え、ないな。歌ってたみたいな話ないな。姿は見えないけど声が聞こえたって。そういうことは。やっぱりノアはファンの前で歌うのが好きなんだな。で、ノアはどこだよ。ファンサービスにでも行ったのか。わからない。急にいなくなって。何？びっくりした。どうして急に起動したの。なんだこれ。音声ファイル壊れたのか。骨董品みたいなデバイスだもんな、それ。あ、なんだこの音。コウコの声が聞こえてくるけど、音声はめちゃくちゃだけど、ところどころに抑揚がついてる。会話なのかも。おそらく発話者は2人だ。コウコの声が聞こえてくるけど、どうかそれは。ノアの声。ノアか。ノア、今コウコって言ってなかったか。うん、僕にもそう聞こえた。そもそもどうして音が聞こえたんだろう。そのオルゴール、録音機能でもついていたのかな。それにしてもおかしい。ノアはコウコの死後に制作されたアークのはずだ。ノアとコウコが会話しているわけが。え、それとも、なんだ？そうじゃなかったってこと？今度はなんだよ。今度はなんだよ。お前のことを言うぞ。メテオラか。いや、おそらく違う。こちら青葉、応答せよ。繰り返す、応答せよ。なんだ？エラー起きてる。本部に通信が繋がらないなんて初めてだ、こんなこと。本部？
さ、え、悲鳴じゃ。今の悲鳴じゃねえか。え、なんかあんの？町の方だね。やっぱり何かが起こったんだ。パトロックスでも現れたのか。とにかく行こうぜ。なんだなんだよ、いきなり。おいおい、ノアが人間味を取り戻そうと、どうした？これはどういう状況これ。え、あれ、テクスチャーリビルド消えとるやん。テクスチャが機能不全を起こしてる。おそらくグライアイ側の不具合じゃない。都市管理システムの挙動が乱れているのかも。都市の方がなんか機能不全に陥っとん。ノアは無事なのか。アークのあいつがこんな状況で体を保てるのか。みんなめっちゃ真っ白な体になってる。わからない。無事なら僕らのところに現れてくれそうなものだけど。そうだ、ノアが歌ってくれさえすればこの混乱も少しは収まるかも。ちなみに SNS は、あー、やっぱこうなっとんじゃ、来た。ノア無事だったのか。よかった、なんともないようだね。こんなつもりではなかったのです、クロエ。どうした？どうした？おそらくはこの混乱の原因は当個体の不用意な発言によるものと推測されます。え、どうして？当個体は先ほど全人格のログを少しでも取り戻すべくノアについて詳しい人々を集めました。シップノア、ノアを奉ずる団体の主要メンバーです。そんなのがあるんやな。正直に伝えました。全人格のログの消滅とそのログを取り戻したいという目的。うわー、なんかそれ言わん方がよかったんちゃうかなって思ってしまうんやけど。町の転々としたありさまはそれが原因かと。いや待って、でもそれにしたってさ、これがテクスチャが消える理由やならと思うけどな。それでどうして町がこんなありさまになるの。そうやな、因果関係が全然わからないよ。うん、まだ確証はありませんが、おそらくは当個体の全人格はファンの人々のデバイスを何らかの処置によりつなげ自身の第二サーバーとしていたのでしょう。そのためのアーティスト活動だったのかもしれません。それにより得た強大な力を持って全人格は都市の根幹たる都市管理アークを乗っ取っていたってわけかい。ああ、そういうことでみんなの身近に折れるようにしたみたいな感じのところがあったんかな。さながら共同幻想ノアといったところでしょうか。我々はノアのログ消滅後も彼女という幻想の手のひらの上で生活を送っていたわけだ。しかしファンはノアのログ消滅を知り力の教室を取りやめ幻想はもろくも崩れ去ったというわけだ。ノアに乗っ取られていた都市と共に。マジでか。舐めた真似を、死んだ後にまで舐めた真似を。虫けらは潰しても汚い汁を残すから嫌なんだ。怒り狂っている場合ではありません。こうなればもはや失われた以前のノアを再生するしかないでしょう。都市の管理を継続させるのです。もう全てを抱えとったんか、ノアが。ノアのログが再生可能なのですか。本来であれば不可能だ。量子ドライブは初期化されている。しかし彼女はファンによって構成された共同幻想でもある。ならば欠片が残っているはずだ。わ、みんなの心の中に。みんなや幻想を構成していた一つ一つのデバイスの中に。そうか、それを拾い集めることができればみんなから少しずつ分けてもらえれば一つのノアが完成するかもしれない。復活を遂げるはず。わー、その手があったか。その内部の演算空間